皆さんこんにちは、ポケモントレーナーの周りです。動画をご視聴いただきありがとうございます。この度 YouTube 配信者デビューしました。今後ポケモンの対戦動画を投稿したり配信したりする予定です。今回は動画投稿第1弾ということで、私がポケモンソード&シールドのランクバトルで相棒ポケモンとして使用しているエレザードにスポットを当てて動画を作ってみました。持ち物は効果抜群の時技の威力が少し上がる達人の帯、特性は水タイプの技を無効にする乾燥肌、雨の時 HP がちょっと回復するっていう効果もありますね。逆に晴れの時は HP がちょっとずつ減っていくっていう効果ですね。ステータスはこんな感じになってます。はい、技構成ですが10万ボルト、波乗り、草結び、身代わりということで、エレザードといえばタイプ1になるノーマルタイプ技のハイパーボイスを覚えさせることが多いかもと思うんですけれども、今回は達人の帯持たせているということで、効果抜群の技を少しでも取りやすいようにということで、こういう技構成にしておりますと。それではどうぞ。うおー、対戦相手が見つかったぜ。なんだこれの、との対戦を始めます。よろしくお願いします。ラプラス、アーマーがラプラスか。結構新しいポケモンが多いような感じがするな。ラプラスにアシレーヌにガオガエンか。これは割とエレザード悪くないから、エレザード出した方がいいな。エレザード、そうだな、先発ラプラスを読むんだったらシザリガーは悪くないな。光の粘土とかを畑落とせたら美味しい気がするぜ。シザリガー、エレザード、あとラスイッチ、そうだな、シザリガー、カビゴンとかガオガエンにもそれなりに殴れる場所があるからな。アシレーヌがちょっと厄介な気がするのと、カビゴンもちょっと厄介かな。アシレーヌ突破するんだったらドリューズ入れてきた方がいいかな。ドリューズは悪くないな。アーマーガーが辛いのか。でもアーマーガーはエレザード以外どれ出しても結構辛そうだからな。よし、読み方わかんねえ。中国人さん、対戦よろしくお願いします。なんだろう、なんて読むんだろう。本当に相手の先発はメイ、あ、カビ、あ、ミミキか。はいはい、9ね。9はよく見るよ。フェアリー技だと思いますので、ドリューズで。さあ、ミミキ、普通に考えたらここじゃれつく打たれちゃうの嫌なんだけど、シザリがバック、ドリューズ投げ、さあ何かな。じゃれつくは受けて、よしよし、アイヘイ打っちゃっていいよな。相手裏からアーマーガーが出てきた時が面倒だけど、6ブラでもいいかな。あ、6ブラでもいいかもな。6ブラ通りいいな。6ブラ打とう。ん？引っ込めないか。引っ込めないのちょっとやだな。6ブラ、しかも2発しか当たらねえじゃねえか。あ、やべ。油断した。9が時空歪めたってことだ。ハビゴンで戦おうとしてるな、相手。なるほど。大スチル打っちゃうか。さあ、ドリューズダイマックス。呪い、ほう。
リューズ呪いかかって、リリバの実？ミーキ突破。呪いかかっちゃったのはちょっと嫌だけど、効くね。このままドリューズで突破できる相手だといいんだけど、おそらくそんな簡単にはいかないだろうな。ん？ラプラスか。ラプラスはちょっと嫌だぜ。大ストリームだったら負けちゃうんだよな。トリックルームがまだまだ残ってるから、このターンドリューズは下から水技打たれたら負けちゃうな。トリックルーム切れた後ドリューズ結構仕事ありそうだから残しておきたいんだよな。一番捨てなのはシザリガーな気がする。シザリガーを捨てよう。ドリューズ疲れ。ラプラスダイマックス。巨大ラプラス、巨大旋律で壁を張りに来たって感じなのかな。やっぱりうん、巨大旋律、まあ落ちないと。落ちないはいいんだけど、ラプラスってまあまあ早いからな。ここをシザリガーもしかしたら上取ってる。うちのシザリガー素早さ振っちゃったからな。65族抜き調整してるんですよ。なのでラプラスよりも、トリックルーム下においてラプラスより遅いかもしれないんだよな。はたいとけ。あーダメか。うんうん、耐えろ。耐えないか。大ストリームで雨降って、トリックルームあと1ターンか。じゃあエレザードだな。壁も張ってあるし、この状況は良くないよな。耐えて身代わりかな。巨大旋律が下から打ってこられちゃうから、そこだけ辛いよな。きついな。一回ドリューズに下げるか。順序間違えたな。ドリューズ出してからエレザードだったな。まあいいか。お、ラッキー。エレザードの肌が乾燥しているおかげで水技は無効。そして身代わりを張るぜ。そして乾燥肌の効果により体力を回復。そしてこのタイミングで歪んだ時空が元に戻り、ラプラスのダイマックスが切れる。さあこっから反撃開始だ。エレザードセット。10万ボルト。うわー、オーロラベールがあってもまあまあのダメージ、素晴らしいぞ。弱点保険か。まあそれはよしとしよう。弱点保険なら次のターン、うん、次のターン壁が切れるんだよな。よし、ここは乾燥肌で HP を満タン。いやー、あとは雨がもう2ターン、オーロラベルがあと1ターン。よし、このターンは身代わりでお茶を濁して、よいしょ、サイコキネス
技を変えてきたか。サイコキネシスはまあ身代わりは消えるでしょうけど、よし、エルザード乾燥肌で体力を回復。このタイミングでオーロラベールもなくなってラプラスを突破。サイレザードセット、10万ボルト、よーし、ラプラス突破だぜ。うちのエレザードの火力をなめてはいかんな。いや、いいですね、エレザードがいい活躍をしてますね。よし、ガオガエンか。ガオガエンでエレザードを突破できるかな。ここは何でもいいけど波乗りでいいかな。ドリューズが裏に控えているので波乗りでいいかな。弱点補給はもうない。よしよし、さあエレザード猫魂、ほう、それは結構効いちゃう。まあよしよし、どうやら普通のスタンダードなガオガエンだと思うけども、波乗り、ほら、気合の助けを削るのが一番優先事項だからな。ここは瓦割り砲、エレザードよくやった。さあ湧いてラスト、もうここのターンはドリューズでスカーフで自信決めてゲームエンドかな。ここからもう負け筋ないよな。先制の爪で格闘技打たれるってことぐらいか。うん、ないね。ドリューズ自信、ガオガエン突破。はい、中国人さん対戦ありがとうございました。お、対戦相手が見つかりました。ゆたまさん対戦よろしくお願いします。自分より格上の相手、えい。おっと、厄介、ジュラルドン厄介だな。ジュラルドンか、なかなか見ないけど、ドリューズは持ってった方が良さそうだな。ドリューズとシザリ、いやシザリが微妙か。ドリューズとブラッキーは強そう。ブラッキーはブラッキーはエースバーンにもとも戦えるしな。うん、先発ドリューズはちょっと欲張ってるか。先発ブラッキーの方がいいかな。ステルスロック巻かれそうで嫌なんだよな。あ、そうか、ステルスロック巻いてくるのか。あー、それは嫌だな。ジュラルドンか、思ったよりめんどくさいかもな。ジュラルドンでステルスロック巻いてギャラドスで突破かな。まあドリューズ、この3体でいきます。はい、ゆたまさん対戦よろしくお願いします。あ、かわいい。相手はエースバーン、エースバーン、そうだな。あんまり出しがってないので、多分 S バーン助けなんだよな。ブラッキーに引きます。さあ行け、ブラッキー。エースバーンの火炎ボールを受けて、まあまあいいダメージ、え、まあまあいいダメージだな。本当にこんなに効くの。火力高いな。いやでも多分ハチマキとかではないだろうな。うん、弾でもないな。嫌だから一回様子見るか。守るで。
引っ込めた。ハチマキ疑惑が浮かんで、あーうー厄介なの来ましたね。ダイフやり耐えないからな、まあ、ドリューズだな。さあ行けドリューズ。マジカルシャインは耐える。まあまあなダメージ、アイアンヘッドでもいいが、ロックブラスト打つか。ダイマックスやばい、半端なことしたかも。それはちょっとよろしくなかったかもしれないな。トゲキスダイマックスやばい、これはドリューズを失う結果かもしれないな。ロックブラスト効かねえ。あやっちゃった。せめて5発当てよ。3発3回当たった。ジェットだろ。あ違った、ん大バーンか。だったらまだなんとかなりそうだな。レザードいくか。まだ俺は勝負諦めない。大ウォールから入る方がいいか。その方がいいな。さあエルザーロダイマックス。ダイボール、ほら、はい、ダイブヘアリーは向こう。さあこの次のターンだぞ。乾燥肌、体力は削られる。そしてこの HP 大サンダーで突破できるか。相手ダイジェットから入ってくるかな。まあ大サンダーだな。さあエレザール第3打頼む、落とせ、えらい、トゲキス突破。あこれは強いぞ。おいおいエレザールやるじゃん。さあ足元に電気が駆け巡る。乾燥肌、乾燥している。さあここだな、エースバーンだよなきっと。違うかな。エレザードがこのまま突破できるか。ドリューズを失った今、相手のパーティーを突破できる可能性があるのはエレザードしかいない。ここあれだな、ダイストリーム打つか。フィールドはエレキで、天気も雨。こうすることによって後続のエースバーンもあまり火力が出なくなるんじゃねえか。さあミミッキーの化けの皮剥がす。ドリームパンチ、厄介な技持ってる。うーんなるほど、そんな技を持ってるとは。弾か、乾燥肌で体力を回復。
さあここだな。ミミッキュ耐久高いポケモンだからな、10万ボルトで突破できない可能性高いよな。10万ボルトで、俺はエレザードを信じる。いけエレザード、10万ボルト、フィールド10万だ。ミミッキュ突破できない、ダメでした、しょうがないですね。エレザードよくやった。あとはうちの頼れるブラッキーに任せる。ブラッキー、そうだな、研磨屋も積ませたくないし、じゃれつくとかかな。イカサマでトットロ突破する方が賢い気がするな。一回願い事挟むか。甘えてるかなそれ。ドリンパンチ、それは甘い。オッケー、効くね。うん、回復されちゃうのは嫌だけど、願い事さあ、細い細い勝ち筋をちょっと通していこう。ここは一回守る挟むか。剣舞持ってたよな。イカ様で。オッケー。よし。素晴らしい。ブラッキーイカ様。ミミク突破。オッケー。そして願い事発動して。願い事叶った。食べ残しで体力全開。さあ、ブラッキーが。あとラスト1体がエースバーン。よーし、ここはもうイカ様から守るでいいかな。膝蹴り当てる、一撃では倒れない。よしよし、イカ様いいダメージ。ここで雨上がって、次の膝蹴り耐えるんですよね。ここ守ってもいいが、守った方が勝率上がるか。守ろう。さあブラッキー守って、飛び膝蹴り、オッケー。さあ S バーン、膝を地面にぶつけて倒す。素晴らしい、ゆたまさん対戦ありがとうございました。いやー強かった。エレザードがトゲキスをあの場面で倒したっていうのがすごいでかかったですね。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。